うっす、こんにちは、こんばんは。どうも、カメラということですね。今年の夏もセミの鳴き声が、ミーミーミーと、鳴り響きますよ。大使ですね、僕の子の鳴き声、ブチブチにするぞも、鳴り響きます。ということですね、今回なんですけども、久しぶりにですね、この僕のカメさんでもですね、おこれはみたいな感じになる、このクレートが来ましてですね、それがこちら、このストア行って、このクレートに行って、日本がクレート、これね、メガクレートって書いているんですけども、1個あたりの単価めちゃめちゃ高いんですよね。10連で1440というような感じですね、この中身見ていくんですけども、こんな感じで、これ AK117 が、1、2、3、4と、4つ並んでいるんですよね。まあ一応このナイフとか刀も結構かっこいいとというような感じですね。プラスこのマンタレイちゃんですね。もうお前しまっとんだな、お前これおケツもしまっとんな。COD モバイルっていう結構年齢層低い人がやるゲームのね、このキャラクターじゃないですよね。うん、まあそんなね、このセクシーさも兼ね備えてる COD モバイルなんですけども、早速回していきましょうか。レッツゴー。ちょっと待って、これ10連目からね、もう1個は、1個は攻めて当たってほしいの。てかね、結構その色違いのがありますんで、なかなかですね、これ、やっぱ一番、これ白がいいかな。俺ね、白色好きなんで、ちょっと待って、これ、ほら、これわかる？これ。白色とかあるんですよね。これが俺一番欲しいな、これ。ただちょ待って、これ20連回して1個も当たんねえか。まあ言うてね、そのボーナスの、まあところがありますんで、そこでですね、まあ、1個は来ましたね、これ。ちょ待って、コンプリートはさすがに無理やけど、ちょっと今その持ってる分、持ってるこの CP 分は攻めて回そうぜ。まあ1個当たったからね、もう一応その紹介はできるんですけど、ちょ白の欲しい、白の。俺やっぱりこれ白が好きですから、やっぱりね、なんていうか、この綺麗な色じゃないですか、白ってね、やっぱり。うん、なんか全然当たらないけど、ふざけるな、マジで、運営さん。俺、いくらさすがにこの仏の亀と言われてる、これなんだよな、これなんだよな。普段の行いがいいから狙ってるやつが当たるんだよね。ちょっと待って、これ、あのね、マンタレイちゃん。俺ちょっとこれ、マンタレイちゃん欲しいけど、どう？回しちゃう？うん、でも回しちゃおうか。やっぱこれね、やっぱ俺の亀キッズたちのためにですね、これ回さないといけないでしょ。うん、オッケー。一応ナイフはもう2つも当たってるから、で、ちょ、これスキン多分出にくいんですよね。ワンチャン結構この確率的にですね、この多分スキンは出にくいんじゃないかなと思ってる。でもね、これね、あの、迷彩、この AK11 の迷彩だけを狙うんだったら、俺結構これ簡単に出るんじゃないかなと思ってます。さあ、運営さん出ないとブチブチにするぞ。ちょっと来てくれ、これ。まあ、言うて、これで、え、なんすか、これ。え、こんなんあったっけ？え、このさ、俺、富士山めっちゃ好きやねんけど、俺さ、やっぱこういうの、なんかさ、前シーズンとか、なんかその、なんていうかな、このまあ、テーマが日本だったじゃないですか。俺、あの日本テーマ結構割と好きだったんですよね。で、これが、このアークティックかな？いや、DL93 さんか。これ DL93、いや、アークティックやな。うん。どっちやねん。いや、アークティックですね。いやでもごめん、ちょっとね、120連まで回したかったけど、俺はちょっとこの AK11 の白迷彩が出たから、ちょっと許してくれ。でも今回のこの日本がクレートって、まあその来シーズンですね、AK117 の強化が来るんで、まあ間違いなく買っておいた方がいいよ。まあリークとか中国版サーバーで AK117 の強化がまあ噂されてるんで、まあ買いましょう。これは絶対買いましょう。でですね、一応この COD モバイルには 3D アイアンサイトっていうのがありまして、まあその例えでですね、このまあミシックの、まあフェネックのこのアイアンサイトが、まあそのまあ 3D 迷彩って言うんですけども、こちらのその AK117 ですね、今回回した AK117 アイアンサイトも 3D 迷彩です。はい。でなんですけども、こっちの赤い方もですね、まあ 3D 迷彩なんで、おそらく残りの2つも 3D 迷彩なんじゃないかなと思ってます。で、ちなみになんですけども、これ見てほら、マガジンわかる？これね、多分ね、この黒い部分なんですよね。黒い部分がおそらくマガジンの部分でですね、まあ結構特徴的なこのマガジンとなっていますよね。まあ形は多分好みが分かれると思う。まあ今回この AK11 は使っていくんですけども、最強カスタムというか、まあその今回使うカスタムは動画の最後の方に紹介しています。それでは早速ランクマッチ行きましょうか。レッツゴー！ブチブチにするぞ！ほなほな早速やっていきましょうか。でもですね、このマガジンかっこよすぎんか、なんか斬新ですよね。なんか近未来的というか、でもね、ホリデー持ってない人は間違いなくこの迷彩買うべきなんじゃないかなと思ってます。まあね、そのホリデー迷彩、まあでもどうなんかな、再販来るんかわかんないんですけども、まあ来るとしたら次のクリスマスくらいになってしまうんで、まあ今すぐですね、このアイアンサイトが見やすい AK11 欲しいんだったら、まあこれ、多分買っていいか。まあね、言うてこの安定性も高いんで、なかなかですね、その個人的には好きなんですけど、なんかさ、アスバルより使用率高くね、この武器。うん、てかなんか、めちゃめちゃやねんけど、すごい、脇すごいことになってるもん。脇変えずになってるわ。脇変えず。待って、気をつけてやっていきたいところなんですけども、なんで、まあ、ちょっと平行してたぞ、平行。ちょっと待って。でもね、これシャワーからグルーケードもやめてて、あんまりとん。一旦買っていくわ。うん、気持ちいい。一旦これ UAB と、やっぱ AK11 やんってさ、初段から当てた時めっちゃ気持ちよくない？ほら。わかる今の。全然、まあ、初段からあったけど、前段じゃなかったね。で、多分、こっから来るから、このリスキルポリスよね。で、ここは、これ見るだけで、あ、対空死ね。対空死ぬから、ちょっと待って、頭一個ずつ入ってあげよう。これなんすよね。これ、プレタ見せる発想しか。ごめんね、みんな。ちょっと今日俺からの、このクリスマスプレゼントですか。一旦これは。はい、バッチコリ買って。バッチコリ。
バチコ、痛い、引かせてって、もうやめて。これピンチですよ、ピンチですよ、これはピンチだよ。一旦これ、そんなところ対抗しないで、一旦これ出し行っていいの。ちょっと待って、これ3点のでもしてもろてですね、なかなかパーフェクトゲームと言うんですか、これは。一旦これ、アスバル、アスバルが消えやがった、この野郎。そんな俺に拾われたくなかった、お前。一旦これ、リロード知ってあげてんの。もう B は知らんわ。A は A し、C は知らんわ。ちょっと待って。もうそれはただ単にね、先般ですよ。一旦これ見ていくんですけどね。いやー、お前、この野郎、核狙ってたの、お前、この野郎。お前、拡大払えよ。うん、お前、まあ、でも言うて、そんな核出しても動画で見るからな。ちょっと待って。ショットゲーン。多分これ、全体いるよ、これ。まなかって、もう一人いるんじゃないですか、これは。ちょっと待って、そこ湧いてるから。いや、それ無理か、それ。でもね、言うて、ちょっとホリデーとどっちが見やすいですか、みんな。まあ、個人的には、ホリデーの方が見やすい。これはごめんね。なんかさ、なんかその、適当この 3D が被るから嫌なんや。勝って、勝っていくんだよね。AK11 やの喜びを知りやがって、一旦これどうしていくもん。今日大出血サービスよ、亀さん。亀さん大出血サービス。もう旗乗っちゃうわ、今日。一旦 UAV 出していくわ。ちょっと待って。いやー、これビートだから、ちょっと待って。これ、おならがあるから、いるよね。それも買っていってあげて。いや、今回なかなかすごいですね。キル数叩き出してるんじゃないですか。一旦、まあ、言うて19キルか。まあ、そんなんや。ちょっと待って、これいるよね、これ。バッチこれ買っていっての。さあ、これカンカンから湧いてるんですけど、これは、しっかりもうこれ立ち回りを意識すればね。まあ、毎試合、核は、まあ、難しいけども、まあ、狙って核は結構いけそうですよね、これ。AK11 の。ちょっと待って、いる。お前死ぬとこだったぞ。デトラップ。はぁ、もうおもんな、マジでこれ。もうお前やってるわ、この野郎、マジで。お前、訴えんぞ。アナイアレーター勢払えよ。ちょっと待って、降りたの今。ワンガって、気持ちいい、これマジで。なんかさ、HVK とか、それなんか連射速度が高い AR 出てほしいですよね。もうなんかね、正直って魔王とかいいんですよ、魔王とか。アスバルとか。やっぱりそういうのじゃなくて、俺は、連射速度が高くて、もうなんか初段から当てれば気持ちいいっていう武器が欲しいっていうのは正直だよ。じゃあこれワン買っていってんの、多分それ来るよ、これ。あんな、亀さんその下ネタが多いって言われるんですけども、まあ俺的にはね、綺麗な言葉しか言ってないですよ、本当に。うん、まあ僕のチャンネル、この亀チャンネルっていうのは、やっぱ健全なですね、やっぱりその子供たちもいるんで、やっぱそういう子にね、まあ英才教育、あ、間違えた。まあそういう子に、汚い言葉を教える。それはまあ良くないと思ってる。一旦これ買っていくわ。ちょっと待って、あれ、英語にね、もう一人いるんですよ。いや、これ直下足どこに行く？お前にも全ての俺の運命は任せよう。いや、無理か、それ。一旦これ引くけども、多分ね、これね、A 入るから、ブスマシン、ブレブレブレ、ブレ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 、ブレ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 、ブレブレブレ、ブレ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 、ブレ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 、ちょっと待って、これ入ってるから、ブレブレ。抜き上がって、この野郎、お前、この野郎。抜けてんじゃねえよ、お前、そんなに動画に映りたくねえか。そんなに動画に映りたくねえか。この野郎がマジで。まあ、言うてね、COD モバイルやってるやつ、実況者も全員インキャセットがあるんで、まあ、それをちょっと今回ですね、まあ、証明していきたいなと思います。はい、本当にこれ楽しい。なんかさ、まあ、武器性能的には、アスバルが間違いなく強いんですよ。なんだけども、なんかその使用率はさ、AK11 なら圧倒的に多いですよね。まあ、アスバルも一応いるっちゃいるけども、なんかもう大体 AK 使ってるみたいな。これもう、やっぱもうみんな AK の喜びを知ってねえな。でも言うてこれ S1 からマジでこの武器熱いからね。うん、まあ、俺もちょっと愛用してるっていうところがあるんですが、やっぱ AK11 自体だからね、やっぱりその楽しい武器なんで、まあ、使っててね、キルされても楽しい武器なんで、もう本当にウィンウィンっすよ。もうキルされる側も、キルする側もウィンウィンでございますよ。一旦これプレータミスル買っていくんですけど、それいるよね、それ。変わっていくよ、これ。待って。オーマイガー、これはいるかな、これ、前に進むんだよね。お前何してんの、これやろ。ちょっと待って。千と千尋のカエルか、数学の萩野先生か、どっちでしょう。うん。千と千尋のカエルでした。オーマイガー !33-6。まあ、核も狙えたよ。ブチブチにするぞ。ということで、今回 AK11 になったんですけども、どうだったでしょうか。今回のカスマはこんな感じとなっていますね。まあ、さっきも言った通り、他にもですね、この AK11 の迷彩とかっていうのがありますんで、ぜひぜひ回してみてください。まあ、ちょっとね、これ残りの2つもかっこいいってね、もう全部かっこいい。全部ね、赤もかっこいいし、まあ、このクレート、まあ、間違いなく勝った方がいいんじゃないかなと思ってます。しかもですね、まあ、来シーズンこの AK11 の強化のですね、リークもありますんで、まあ、これは、まあ、100% 買おう。うん、っていうような感じです。ということでですね、今回これで終わっていこうかなと思ってます。うまかった、面白かった、参考になったっていうのは、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。